チャンデーリーの街並みチャンデーリーは、インドのマディアプラデーシュ州、アショークナガル県の都市。チャンデーリーを攻撃する、ムガル帝国軍1 3 0年には、ペルシアの旅行家、アブーライハーン・ビールーニーがこの都市に関して、研究している。1251年、奴隷王朝のギアースティーン・バルバンによって、占領された。1520年、名ーある王国の君主サングラムシングが、 チャンデリーを奪取した。1528年、ムガル帝国の皇帝バーブルが、チャンデリーをメーディニーラーイから奪った。1483年、マールワースルターンアサによって占領される。1540年、スール朝のシェールシャーによって占領され、シュジャー・アトハーンに統治を委ねた。1586年、ブンデーラー族のラージプートが、チャンデーリーを占領した。 1811年、シンディア家のダウラトラーをシンディアによって占領された。1857年にインド大反乱で反乱軍に奪われるが、1858年3月14日にイギリス軍に奪い返された。チャンデーリーは北緯24度43分統計78度08分、北緯24.72度統計78.13度。 24.7278.13に一致している。ありがとうございます。